江戸時代から続く染め物、江戸小紋の技術を継承する若き職人を中山が取材。さらに400年の伝統を体験。今注目のニュースに迫る中山の一番です。さあ、世界が注目する日本のですね、伝統工芸シリーズ、今回はこちらなんです。パリで開かれたこの個展をきっかけに、今海外で人気なのが江戸小紋と呼ばれる江戸時代から続く染め物なんです。その染め物、伝統を継ぐ若き職人を取材してまいりました。さあ、新宿区中落合にやってまいりました。江戸小紋をですね、継承する若き職人がこちらにいらっしゃるということで、今日はお話伺います。さあ、行ってみましょう。お、早速のれんが素敵な、かっこいいですね。あ、どうも、こんにちは。じゃあ、広瀬さんでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。若いですね。そうですか。で、アンドイケメン。いやいやいや。江戸小紋染め職人、広瀬雄一。新宿に工房を構えおよそ100年、広瀬染め工場の4代目。江戸時代から続く染め物の技術を継承する広瀬さん。そもそも江戸小紋とは、早速見せていただくことに。うわ、頭気をつけてください。うわ、いい雰囲気ですね。これで今干してる江戸小紋の、染め物を干していて、でこれは江戸小紋の着物なんですけど、反物を今干していて。はいはい。いわゆるその江戸小紋の特徴っていうのは、そうですね、これだっていうのはあるんですか、何か。すごく柄が細かいと、単色で柄が細かいっていうのが江戸小紋のすごく特徴で、はいはい、で一見遠くから見るとなんかわからない、はい、けれども近くに来るとすごい細かい柄がこう表現されてるっていうのが、やっぱり江戸小紋のすごく特徴だと思います。ですね、細かい、これ一つ一つね、こうなんていうんですかね、柄が、はい、この辺がこう、まあ、息というところになってくるわけですか。はい、そうだと思います、ね、はい、見てこう、遠目で派手ではなくて、よく見るとおっていうね、はい、どうしてまたこんな細かい技術をやるようになったわけですか。はい、当時その派手なものを禁止するという、はい、条例が出された時に、うん、それでもその自分たちがおしゃれをしたいという、うん、やっぱりおしゃれ心、遊び心からこういう江戸小紋が発展していったという。まあスーツなんかでもそうですけども、一見普通なんだけど裏地は凝ってるみたいな、はいはい、ことですよね。いわゆるこう、あ、全然凝ってない。江戸時代、派手な柄は贅沢だと幕府が禁じたことで、隠れたおしゃれとして大流行した江戸小紋。遠目では無地に見えますが、近くで見ると目にも鮮やかな細かい柄が施されています。そんな江戸小紋三役と称される代表的な柄が、サメ、行儀、投資。他にも様々な種類の柄があり、なんとその数は4000種類以上に及ぶといいます。この後、江戸小紋の工房に潜入。中山が江戸小紋作りを体験。しかし、ハプニングの連続。400年の歴史を持つ染め物、江戸小紋。どのようにして作られているのでしょうか。これ製法っていうのはもう昔も今変わらないんですか。はい、ほとんど変わらないです。ほとんど変わらない。はい、ほとんど変わらないです。いやー、ここがですね、はいはい、色を作ってる、地色を合わせてる、うん、着物のベースになる色場という場所なんですけども、はい、これが糊なんですよね。これ糊なんですか。糊なんです。糊の中に染料を入れて、はい、でこれで染めるんですよね。ほう、やっぱり江戸小紋のすごく特徴的な、うんうん、もち米とぬかを使った糊で染めると。もち米とぬか、はい、そうですね、はい、江戸小紋の染め上がりの出来栄えを左右する色糊。その原料はなんともち米と米ぬかを混ぜたもの。これ本当にね、ぬかだるというかね、ぬか漬けに間違えちゃってこれキュウリとか入れちゃう感じ。これぐらいのその感じですよね。すごく本当に身近な自然なもので作られていると。その原料に何種類もの染料を混ぜて一つの色を作っていきます。そして染めの最も重要な工程が、白い生地に柄をつけていく型付けという作業。特殊加工されている和紙に
伊勢の職人が一つ一つ手彫りでデザインしたこの型紙を白い生地の上に置き、ヘラで糊を均等に塗っていきます。すると型紙の彫り抜かれた部分が模様となって生地に片付けされていくのです。じゃあこれをずっと動かしていくことになるんですか。そうです、大体この型紙反物だと90回ぐらい型をずらして一旦90箇所送りがあるわけです。90回これ相当いわゆる手間もかかるとか時間もかかるでしょ。そうですね。この型紙をずらす作業も匠の技が必要で、ここにちょっと星が目印の、はいはいはい、ここにちょっと出っ張ってる点が2粒見える。見えます見えます。これをつないでこの型紙を上から覗き込んで柄を合わせしていく。これたまたまのほずれじゃないですか。ほずれ型紙を移動する際にはこの小さな星と呼ばれる目印に型紙を合わせ次の糊を塗っていきます。つなぎ目をずれないようにするのが匠の技。これはほずれじゃないですか。これだけ江戸小紋の場合柄が細かいので、うん、柄にその目印を作らないと1ミリが命取りなんですよね。うわー、ここですね。はい、全然合わせてここで今柄をぴったり合わせました、はい、重要な作業の片付け、工房にも緊張感が漂います。うわー、すごいですね。つながってます。星をこう合わせるのにこう覗き3年っていうぐらい、うん、やっぱ時間が、あ、それ合わせるのにもう3年ぐらいかかるという。そうですね、はい。で、今日はちょっと中山さんにちょっと体験を染めのやらせていただいてということで、中山作業着を着用し、で今回はちょっとこの見えますか、シャークの柄をちょっとやってもらおうかなと。いいですか。用意しました。これもね、つなぎがあるわけですか。そうなんです。これもリピートがちゃんとついてまして、これとそれからこの2つがこういよいよ分かんなくなりましたさっきより出っ張りがないですよこれ。中山の挑戦、まずはのり付けから。もう行っちゃってください。これはもう思い切りとスピードが大切なので。これも行っちゃったらもうおしまいですよね。行っちゃったらおしまい。どうですか。はい、大丈夫です。行きますよ。はい。いや、一発勝負って怖いな。怖い怖い怖い。あ、でも上手やわ。はい。あ、のりの運びはやっぱりいいですね。糊の塗り方を褒められた中山。しかし重要なのは型紙の送り作業。うまくつなぎ目を合わせられるのでしょうか。大丈夫そうですか。そしたらもうなかなか星が合わせられない中山。すると、ちょっとこれ型紙もう一回洗って、でちょっと乾いてきちゃったんで、遅いから遅いからこんなことやったら仕事にならないですか。改めて挑戦。しかし、いや大丈夫です。これはね、一回ちょっと洗いますね。あ、またですか。いちいち尺食っちゃって、すみません。乾いちゃうんですね。これ目安小さいですね。もうちょっとなんとかならないか。この作業をスピーディーかつ正確に行うのが熟練された職人の技。広瀬さんの手を借り、中山もようやく星を合わせ糊を塗っていきます。おお、繋がってますね。繋がってますね。はい、はい。日本人ならではの繊細な技術で作られる江戸小紋。しかし現代では着物の需要が減り、若者がその伝統を知る機会が少なくなってきました。そこで広瀬さんは身近に手に取れる江戸小紋のストールブランド小紋を立ち上げたのです。すごいですね。これが今新しく作ってる、はい、ストールなんですけど、江戸小紋のストール。そうですね、ストールになってます。
わ、また柄がいろいろと、はい、これはありますね、はい、中山も着用してみるとこういう感じですよね。こういうのが好きなプロデューサーが業界にはたくさんいますから、ね、軽いですね。そうですね、シルクの生地なんですけど、すごく薄いんで染めるのもすごく大変なんですよね。あ、そう、生地が着物の生地と違うんですね、はいはい、こちらのストール、現在では大手百貨店などで店頭販売されています。さらに今年2月パリで行われた個展では、エドコモンの着物と並び注目され、噂を聞きつけた訪日観光客が工房に見学に来るほどの人気ぶり。向こうにやっぱりないものですもんね。そうですね、うん、あの日本独特のやっぱり文様だったりとか、やっぱりこれだけ繊細な文様なので、うん、まあ、そういうところにすごくこう響く方はすごくいいですね、うんうん、まあ、いろいろとでもこれからもチャレンジはされていくでしょうけども、今後の目標なんていうのは何かあるんですか。そうですね、ドコモンのやっぱり可能性をやっぱりどんどん広げていきたいなと思います、うん、あの本当に着物もそうですし、うん、まあ、一番最後はやっぱり着物、江戸小紋の着物を残したいっていうふうに僕は思ってるんですね、うん、はい、本当に江戸小紋の最終形の世界観はやっぱり着物にあるので、うん、でもそこまでに行くまでにいろんなものに挑戦して、うん、いろんなこうアイテムを作って、うん、いろんなこうコラボレーションさせて、うん、江戸小紋をまず知ってもらって、うん、それで、あ、最後いずれ着たい、うん、なんか江戸小紋の着物っていうふうになるのがすごく自分のビジョンでもあるので、うん、まあ、それを本当に次の世代になんか伝えていかれればなと、うん、さあ、そしてですね、はい、私が片付けをいたしまして広瀬さんに染めていただきました。それがこちらでございます。先ほどの綺麗です ね、つなぎ目わからないですね。わからないでしょ、うん、あのちっちゃな点をなんとか合わせる老眼の私には非常に厳しい。いやー、これは大変いかがでしょうか皆さん、これ ね、 ね、でも本当にもう細部にわたってね、やっぱり緊張するというか、そのやっぱり非常にきめの細かい仕事ですよ、ねえ、うん、でもこういう江戸時代にそういうちょっと派手なものがダメだった時代に、うん、またこうやって細かくねおしゃれするっていうのが日本人ですよ ね、らしさというところもありますね。江戸時代の究極のハイテクなんですね、うん、はい、僕はサメコモンを実はロンドンに行くときにお土産に持ってたことがあるんですけども、はい、一見すると無地だけれども見事ですよね。そうなんです。その中でですね、イギリス人にこの中に暗号が隠されていると、うん、それは言えないのでっていう、うん、そんなのはないんですけれども、ね、これを探してみるとこれたどり着かない。名越先生、ね、うん、あの江戸時代っていうのはそうやって先ほど片瀬さん言われたように禁止されたからこそこういうものができたわけでしょ、うん、だから今でも100年200年経ってもその庶民の、ね、心意気が生きてますよね、うん、なるほど、この柄の中に、でもやってみたいというその欲求はあるんですよね、あるんですよ、素敵なものを着たいというね、うん、だからね、やっぱりこれね、一定のその人にとっては、ね、たまらない魅力だと思うんです。そうですね、隠されたおしゃれ、うん、これはもう今も昔も一緒ですからですね、うん、で着物からそれがやはりそのストールになったりとか、はい、形を変えて現代風になってますよね、うん、あのストールもこう一見ちょっと派手めな色だったり柄なんですけれども、うん、やはり江戸小紋なのでちゃんと品があって、うん、もう何とも言えない風合いになってるので、こう普段のね、あのコーディネートにもすごく馴染みそうだなと思いましたし、ね、最終的にはこうちゃんと着物を残していきたいっていう広瀬さんの思いが伝わってきて、そうだよね、またね、広瀬さんの声が良くて説明聞いちゃうんですよ ね、 そうなんですよね聞いちゃうんです。実際あのプライベートは意外と海の男で船、あのね、サーフィンなんかがすごく得意らしいですよ。おしゃれな方でしたけれどもね、うん、でもやっぱりこういう文化も、まあ、国内そしてまた海外でかなり評価されてるって嬉しいですよね、うん、でやっぱりその伝統文化ですから、あの徐々にやっぱこの、ね、作ってくれる方、型を作ってくれる方も徐々にね、少なくなってるところの厳しさはあるらしいんですけども、今後ともなんとか頑張っていただきたいなというふうに思っております。はい、以上今週の一番でした。続いてはスポイチです。